こんにちは。今日はこれを紹介したいと思います。これ何かわかりますか？実はじゃん、パスポートケースです。ここにパスポートを入れて、他にも収納場所がたくさんあるので、カードや判券なども入れてなくさないようにすることができます。そしてこの周り、これまたちりめんの布でできているパスポートケースになってます。日本の柄がついていて、日本らしいパスポートケースです。ぜひ日本に来た際はこの日本のパスポートケースを使って、パスポートをなくさないようにして帰ってください。では日本の旅行を楽しんでね。バイバイ。